急流城塞、急流城塞、空論城塞は、現在の香港、九龍の急流城地区に作られた城塞、またはその跡地に建てられていた巨大なスラム街を指す、故障。関東語で、急流城塞、または、急流城塞ピオと、ゴーランザス水と呼ばれてきた。日本では、急流城塞を、急流城、空論城と呼ぶ場合がある。香港本土では、 九龍城は、九龍城祭が存在した一帯の地域名あるいは、行政地区名の呼び名である。詳細は、九龍を参照。香港で一般的に、九龍城祭と呼ばれてきたが、正式名称は九龍城、九龍祭城九龍祭城という。これは1994年に、当時のイギリス、香港政庁が行った。 構造物解体時に廃棄物の中から見なされた、石製の大きな変額により明確になった。この時、同時に、砦時代の大砲の方針なども見つかっており、貴重な文化財として、九龍祭城公園内の資料館に保管されている。1898年、イギリスが、新朝から、香港島や九龍に隣接する深海、及びランタオ島をはじめとする。 香港周辺200余りの島処分を99年間咀嚼。九流城塞は深海地区に所在していたが、例外として咀嚼地から除外され、清の飛び地となる。後に、イギリスの圧力で、新軍、管理等が排除されてしまい、以後中国大陸が中国国民党を率いる中華民国とって、以降も、事実上どこの国の方も及ばない不管理地帯となる。 1941年から1945年の日本軍による香港占領期間中に近隣の京都空港旧香港国際空港1998年に移転のため廃止拡張工事の材料とするため城壁が取り壊された1940年代の中国内戦と1949年の中国共産党を率いる中華人民共和国の 樹立により、香港成長の力が及ばない、この場所に中国大陸からの流民がなだれ込み、バラックを建設、その後スラム街として被害化する。1960年代から1970年代には、高層 RC 構造建築に建て替わるものの、無計画な増築による複雑な建築構造と、どの国の主権も及ばずに半ば放置された環境から、東洋のカスバ、 アルジェのカスバ省、東洋のマクツと呼ばれ、アジアンカオスの象徴的存在となっていた。しかし1984年の英中共同声明により、香港が1997年に中華人民共和国に移譲返還されることが確定すると1987年には、香港政庁が急流城塞を取り壊し、住民を強制移住させる方針を発表。 1993年から1994年にかけて取り壊し工事が行われ、その後すぐに行われた再開発後に九流祭場公園が造成された。九流城祭には非常に多くの複雑な歴史的背景が絡んでおり、中国の近代や現代史にも密接に関係している。始まりは、そう、960年から1279年。 時代に遡る。かつて、香港や九龍半島には、たくさんの香木が生えていたほか、塩を産出しており、これらを輸出するための港が、香港島南部の香港後に開かれた。今日の、香港という地名も、香木が集まる港という意味合いから、命名されたという説が最も有力である。しかし、香港付近の海域には、当時しばしば海賊が現れ、 周囲の治安を脅かしていた。このため現在の九龍城地区に軍事要塞が作られ、ここを拠点に香港の安全の確保を図っていた。取り出として1668年に九龍砲課題が設置された。1841年にイギリスは新国との間で行われたアヘン戦争に勝利。南京条約により清国から公州、福州、アモイ、ネーハ、 上海の五行の開港と香港島の割譲を認めさせた。1860年にはアロー戦争によって締結された北京条約により、九流市街の境原外以南の九流半島が割譲された。この時点では、九流城塞はイギリス領よりわずかに外れた場所にあり、深刻領内であった。イギリスは1898年に、 香港防衛を理由に新鮮が井南の深海地区と乱東島をはじめとする香港島諸部の200余りの島々を99年間の期限付きで咀嚼した。この時、九龍城塞は完全にイギリス領に取り込まれてしまったが、英気吉領国で取り決めた咀嚼条約により、九龍城塞は咀嚼地から除外され、飛び地かイギリスの香港防衛を妨げないという条件で、 引き来、新国役人が常駐した。しかし役人が祝い事で爆竹を鳴らしたことが、イギリスの軍事活動の妨げになったという理由で、申告の役人を、急流城塞から追放してしまう。だが、イギリス側がこの時点で、急流城塞を占領することは、条約違反となるので、この場所を接収できなかった。 1911年の侵害革命に橋を発し翌1912年1月には中華民国が樹立1912年2月に戦闘帝愛新格羅フ義の退位により中国政府としての成長は滅亡したこの時点で急流状祭本来の機能は終了したとの見方が自然であろうしかし施設管理については 後続の中華民国も、新国と同じくイギリスの抗議により実現できず、また、イギリスの窮地管理は、中華民国側の抗議により断念と駆け引きは、堂々巡りであった。また、1941年12月に、日本軍が香港を占領した際、要塞に建設されていた城壁が、近隣の京都空港拡張工事の資材となり、取り壊された。 この日本軍の占領により当然のことながら、急流上塞の管理交渉は中断してしまった。1945年8月には、日本の第二次世界大戦敗戦により香港は、再びイギリスの植民地となるが、経済や治安など生活上すべての面で、香港自体が不安定な状況にあった。その中で、戦前より続いていた、小海石率いる、 国民党と毛沢党率いる共産党の中国内戦、国境内戦の大戦終結後の激化により多くの難民が身寄りを求め、香港に押し寄せ、どの試験も及ばない、急流状態にはそれらの人々が流れ込んだ。1949年10月に中国共産党を率いる中華人民共和国が樹立しても難民が流れ込む状況は全く変わらなかった。 城壁が取り壊されたことで、跡地には難民のバラックが立ち始める。中国大陸の情勢が落ち着きつつあった1950年代後半から1960年代前半においても難民の流入は止まらず、さらに1960年代後半に中華人民共和国国内で始まった毛沢東らによるプロレタリア文化大革命の開始により、これを逃れる難民で、 人口流入はさらに激しくなり、過度の居住人口により次第に無計画な増築によるスラムが出来上がっていった。1960年代後半から1970年代にかけては鉄筋コンクリート RC 作りのペンシルビルに建て替わったものの無計画な建設のために、九龍城祭の街路は迷路と化した。九龍城には一回入ると出てこられないと言われる。 言えんはここにある。また行政権が及ばなかったために、売春や薬物売買、賭博、その他違法行為が行われ、中国語で無法地帯を意味する三伏間、三伏具案の地域と呼ばれるようになる。そのため、イギリス領である香港領内での認可を受けておらず、中華民国及び中華人民共和国内のみで通用する免許で開業した歯科院や、 海賊版の出版物の出版、コピー商品の製造、麻薬の取引などが半ば公然と行われていた。また、衛生法上許可しがたい環境下での中華料理の天心製造などがあったが、最盛期には香港のホテルや飲食店で使われた天心のなりの割合を受け負っていたとの説もある。木内警備においては1970年代後半から1990年代にかけて、 住民たちが一丸となり、自警団を組織し治安の改善を図った。1984年に、イギリスのマーガレット・サッチャー首相と、中華人民共和国の超使陽首相が行った、英中共同声明調印により、香港が1997年7月1日に、中華人民共和国に返還されることが決まり、1987年には、香港政庁が、急流状祭を排斥し、 周囲のアパートや郊外のベッドタウンに成長が建設した高層アパートへ住民を移住させる方針を発表したが、保証などの問題で住民はこれにことを唱えた。また何十年もの間行政が立ち入ることはなかったが、共同声明の後にようやく香港警察の警官が定期的に巡回を行った。その頃には香港の他地域よりも、 むしろ城内の方が安全であったと伝えられている。急流城塞が取り壊される直前の1990年代諸島には 0.026km、約 200m120 から 150m のわずかな土地に5万人もの人々がひしめきあって、人口密度は約190万人、キロメートルと世界で最も高い地区であった。 これは畳1枚に対して3人分の計算である。比較参考値として、東京ドームの面積は 0.0467km、観客席の収容人数は4万5千人である。1993年から1994年にかけて取り壊し工事が行われ、1995年には、同じ外区の低層スラムとなっていた箇所で早期に整備され、 小規模のサッカー場やバスケットボールコート、マウンテンバイクの走行コースなどが設置されたカヒのエタ地道公園や同時期に建設されたショッピングセンターの急流場広市場に隣接する形で急流災上公園が造成された。再開発後の急流災上公園には中国趣味の庭園や有志比の急流城祭の状況を簡単に展示する資料館が作られた。 この資料館は、旧龍城塞の中心に最後まで残され、老人ホームとして使われていた時代の平屋の弊社を、改修、そのまま流用している。また、旧龍城塞の解体時に廃棄物の中から、発見された変額や大砲などの多くの文化財は、当初香港成長の計画では、旧龍のチムシアッツィにある、香港歴史博物館で保存。 展示する予定であったが、城内に住む住民の抗議により、九龍西城公園の資料館で保管することになった。1998年の旧、香港国際空港、京都区空港の移転などで、九龍城上空の創造しさはなくなり、活気ある商店街を中心に、周囲は、閑静な住宅街となっている。九龍西城公園へは、観光客が時折訪れるものの、 普段は周辺住民の意向公園となっており、対局券やスポーツイベントなどの各種文化活動も住民と地元役所の手により行われているようである。庭園には、あずまやや十二時、竜といった石製の置物も設置され、どことなく不思議な趣きを感じさせる場所となっている。公園北側の高台からは、九龍城外区の街並みが一望できる。城塞が、 行政サービスを全く受けなかったというのは誤解である。書類上は、新国や中華民国時代から、中華人民共和国時代にかけて、関東省宝安県、現、新選市宝安区が、地域の管轄下だったが、上記の通り放置状態で、実際は、香港政庁が受け持っていた。上下水道、警備、街灯の設置、福祉サービスゴミの撤去に関しては場外に、 影響するため例外的に行われた。しかし、住環境は何十年も一向に改善されず劣悪の極みに至り、暗く混沌とした雰囲気は全くもって払拭されなかった。例えば上水道に関しては1963年から供給が始まったが需要に追いつかず、住民は業者に頼んで供給を受けていた。また、排水システムは荒削りなため不安定であった。 下水道は1970年代に香港成長が導入した。それまでは通路に作られた排水口に廃棄されていたため、井戸水が汚染され水の供給、衛生面に問題を起こした。火に2トンにもなる廃棄物の収集は香港成長が実施した。香港成長はゴミ箱を至るところに設置していたが、スペースがあるとそこにゴミが廃棄されてしまうため、 中にはゴミ桶けのビニールシートを天井に設ける者も,のもいた。電気の供給は1977年から開始された。しかし、多くの住民が上水道同様、違法に引き込み線を設置していた。通路には、住民が勝手に引いた電気、電話線、アンテナの同軸ケーブル、下水道といったライフラインが無計画に管となって貼られ、束で頭上を通過した。 急流城一帯は、京都区空港の飛行区域であったために十四階、または四十五メートル以下の高さ規制が設けられていたが、急流城祭ではそれを無視するかのように末期には、最高十五階建ての RC 構造の建築が見られたが、それだけ天井が低い建物だったのだが、これだけの高層建築にかかわらず、建物内にはエレベーターがたった二機しかなく、 また建築に関する法律は高さ制限以外一切無視され無謀な増築が繰りされた。当然のことながら防災といった観念は一切考えられていなかったため建物が折り重なり日の光がついた地中入らない部屋や窓のない部屋が普通であり天井を連なる水道管や電線がカオス状に広がっていた。なお城内で一番場所が良いところとされていた。 トンタウソン道は、比較的大通りに面しており、また日の光の差す場所であった。流浄路もまた少しだけ日の光が差している道であり、道が比較的一定であったために地下が比較的高かった。ちなみに、通路の途中には、巧妙路と流浄路が一路になっているところがあり、そこから流通道に出ることができた。青空の見える唯一の場所であった急流上斎の屋上からは、 周囲に高い建物がなかったため、香港島の超高層ビル群やビクトリア湾が一望できたという、数十メートル頭上には空港へ離着陸する巨大な旅客機が絶えず通過していった。この中で住民たちは結束し団結した。そのコミュニティはとても発達しており、旧西軍幼稚園や香港の小学校や中学校に相当する施設である、流通技学。 また老人ホームに相当する施設も備えられていた。幼稚園には身分証がなくても入ることができ、月謝は無料だが100本コンドルの寄付を募った。名前の通り、キリスト教と縁が深い幼稚園だったので、日曜日には教会にもなった。急流上祭は面積の非常に限られたところだったが2 3十にも及ぶ通路の名前があった。 木内の主要な地名は南北または東西にわたってメイン通路を形成していた。そしてその通路から幾多の支線が出ていて城を形成していた。流津路は、流津後町、流津人地又、流津二又、流津三地又、流津お地又、流津横地又という6つの街区に分かれていて、幾多もの通路につながっていた上、最古の街道であり、 唯一、縄文のところに縄文と縄文の橋をつなぐ、橋渡しがあったとされる。道沿いには古方、古法、流通義学があった。アーケード街、廃車が多く、また城内で、最も地価が高いところであった。流城路は、九流最上の内外を東へつなぐ一筋の道で、南北に繋ぐトンタウソン道のジャンクションの代わりにも、なっており、封鎖されている。 トンタウソン道の南側の通路の橋渡しにもなってい。そのためか、流通道と流通路の間や、また重駅かろうと、東南、ロの三社寺にもなっていて、そのおかげで、いつの間にか、この街道に来てしまうことが多い。流上路と流通道は隔離されていたために、西条の人それらを繋ぐ道を作ったところから、流通路の一部として認識している人もいたようだ。そのためか、 急流斎場の代表通路として省略されることもある。流城路から一路横に行った孔未往路は名前をひにくっているかのように日がついたち中、当たらず、携帯電話の電波は愚かアマチュア無線でさえ全く通らないところであった。勝婦たちが立ち、アヘンクスなどもあった。道沿いに青年センターがある、大きな井戸がある流城路とタイになった道、民家が多い。 もともとは、ほんの数軒の木造住宅が建つ程度の土地であったが、香港成長に燃やされレンガの家が建てられた。1951年頃に不審火が原因と思われる火災により3000軒以上の家が消失。その後大きな RC コンクリート建てのアパートが目立つようになる。とりわけ水が貴重だった地域なので尿でコンクリートを連成したこともあったが、さすがに、 海水は使えなかったようだ。最初に深く土地を掘り下げて3階建てのマンションを建て、互いに建物が寄りかかることにより区分化強度が増し、順に建物が大きくなっていった。建物は高さ制限以外は実質的に他の規制は不可能としていて、急流状災害の建物は計画や設計図を行政に提出する義務はなく、 実際にラフスケッチで作られた建物が多かった。それゆえに各棟の建物の階数や各階の高さが違いカオス的な外観の一因となっていた。また行政に収める経費の少なさから建物の建設費のコスト削減にもつながっていた。そして各棟の建物は独立していて微妙な隙間もあり隣接する。 建物同士の水平のラインについては無視されていた。城塞内には1847年に清が建てたレンガ造りの建物も残っており、スラムの取り壊し後庭に指定されている。急流城塞は何よりも都会にある卑怯的なイメージが先行し、特に日本では1980年代にはカルト的に半ば伝説化した。中には観光バスで乗り付け、 内部を探索するというツアーまで登場した。折しも香港が返還されるにあたり、共産権に飲み込まれてしまう、自由資本主義都市である香港の先行きを有料する風潮と重なったため、植民地支配の象徴でもあった給流城塞を外国メディア白取り上げた。取り壊しが行われる前後には、かなりの日本のマスコミも取材に訪れ、給流城塞が解体されたという報道も、 配信された。また、取り壊しの際の立ち抜きで最後まで内部にいたのは、日本のテレビクルーだったという。また、日本では、劇場用アニメーション、ゴースト・イン・ザ・シェル、広角機動隊、1995年や、プレイステーション用ゲームソフト、クーロンズ・ゲート、九流風水田、カウルン・スカイト、1997年、ドリームキャスト用ゲームソフト、シェンム・ウィー、 2001年などにも、その影響や要素が反映された。映画、ブレードランナー以後のそう遠くはない未来世界を、オリエンタリズムの表現、特に、香港のような成熟した、国際都市でありながら、一方で受け継がれる、地域文化が消え失せない、ある種の混沌で雑多といったアジア都市にある、独特の特性要素の集大成を、急流状態に見る傾向も見受けられる。 急流城塞の存在は、世界でも指折りの豊かな地域となった香港にとれば、人々の関心も薄く、もはや過去の遺物であった。香港成長など行政機関にとっては、できるだけ早い排斥が念願だったと思われる。しかし、史上稀に見る規模で展開されたスラム街区は、学術的にもその資料的価値は、非常に大きい。移行の数々は建築学、または、 環境学などの面において極端な例ではあるが、現在ではアジアでの都市構造の貴重なサンプルである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。